アデレードユナイテッドフットボールクラブは、オーストラリアの中央南部、南オーストラリア州の州都アデレードをホームタウンとするオーストラリアプロサッカーリーグに加盟するプロサッカークラブ。2003年、それまでオーストラリアンナショナルサッカーリーグに所属していたアデレードシティが撤退、1977年の NSL 発足時から在籍していたチームの消滅により、アデレードから NSL チームが一時消滅することとなったため、同年9月設立され、わずか数週間で急遽選手を集め創設された。急増チームにもかかわらず、チームは7連勝するなど、快進撃を見せ、プレリミナリーファイナルに進出。パースグローリー FC に敗れたものの、初年度として十分な成績を残した。しかしそのシーズンをもって、NSL は終了、翌シーズンから、 A リーグが開催され、創設8チームの一つとなった。なお、NSL からそのまま A リーグに参加した3チームの一つである。2009年2月、世界的な不況の煽りを受け、建設機器を扱う旧経営陣が経営から撤退。一時的に経営権がオーストラリアサッカー協会に譲る旅された。2021年現在、これまでに6度の AFC。 チャンピオンズリーグ出場経験を持ち、うち3度決勝トーナメント進出を果たしている。その中でも AFC チャンピオンズリーグ2008では、オーストラリア勢として、初の決勝トーナメント進出を決め、決勝トーナメントでも、鹿島アントラーズ、FC、ブニョドコルを破り、決勝に進出。その決勝ではガンバ大阪に破れ、準優勝となった。しかし、ガンバ大阪が優勝したことにより、 開催国以外のアジア最上位チーム枠での FIFA フフ、クラブワールドカップ2008出場を決め、本大会ではまたもガンバ大阪に敗れるも、5位、決定戦でアフリカ王者のあるアハリを下し世界5位に輝いた。10、選手の国籍表記はフ、FIFA フの定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。